最近はね、法律関係がインターネット上での誹謗中傷バブルみたいな状態になってるみたいで、SNS で書きたい放題書いてたら、訴えられたって。 いう人はね最近結構多いらしいんですよ。まあこのチャンネル見てる方にもね、あの自分訴えられるんじゃないかっていう人もいるかと思うんで、ちょっとね、この裁判とお金の話をしたいと思うんだけども、まずね、押さえてほしいのは、裁判ってね、言うほどお金かからないんですよね。多分皆さんが思ってる以上にお金かからないです。なおかつですね、訴えられる側の場合、訴える側じゃなくて、その場合は、 その裁判って訴える側がまず費用負担するので、あの、訴えられる側がいきなりその何百万円とか払うっていうことは、まあまずないわけです。で、その保存度のお金って実は弁護士に支払われてるんですね。だから日本の裁判っていうのはね、まず弁護士だけが儲かる世界なんですよ。特にこういう誹謗中傷関連のものは。で、えー、お金のない人とかね、まあそれよりもですね、あの、知識のない人が食い物にされると。 まあ弱者がね、食い物にされる世界なんですね。だからそのことはよくね、あの、覚えていただければいいと思うし、あと民事裁判って別に負けたから刑務所に入るっていうようなもんじゃないんで、あのー、裁判の勝ち負けってあんまし重要じゃないんですよ。まあ最終的にトータルでどれだけ費用がかかるかっていうことが問題なんで、 まあ言ってみれば、勝っても、すごい、あの、弁護士にたくさんお金払わないといけなかったってことになっちゃうこともあるし、まあ負けたんだけど、あ、これくらいの額団なのか、で済んだとか、なおかつ相手は請求してこないとか、なんかそういうこともあるわけで、なのでね、一番良くないのは、 えー、訴えられたとか、あるいは弁護士からね、その、まあ、何百万円払えば和解しますよっていうふうに持ちかけられて、いきなりパニックになってね、何百万円払ってしまったりだとか、あるいは、あの、例えばね、弁あ、裁判所からこういうのが届くじゃないですか、こういうあの、口頭弁論、記述、呼び出し状、答弁書、催告状。あ、訴えられたあーでね、負けたら刑務所に入らないといけないんだんていうふうにね、あの、変な誤解をしてですね、パニックになって弁護士に何十万とか何百万、何百万円とか払うっていうのはまず絶対や めた方がいいいと思いますねあとですね、このまあこの催告状っていうのは、あの裁判所にね出頭してくださいと、あと反論があれば出してくださいっていうようなね、そういうものなんですけど、まあ一緒にこれ、あの埼玉の、ね、解放同盟から訴えられたやつなんだけども、総額660万円って入って、 あの、書いてあるけれども、これ誤解する人が多いんですよね。あの、例えばね、刑事裁判なんかでも、最初にあの、検察が休刑何年とか言うじゃないですか、ちょ、あの、禁錮何年とかそういうふうに言った場合に、あれって、 結局、その検察側が言ってることなんで、それが最終的な、あの、刑の長さじゃないんですね。で、民事も同じで、これ、あの、請求が660万円って言っても、じゃあ、660万円ね、判決が確定したら払わないといけないのかって、そういうもんじゃないんですよ。最終的には裁判官が決めるんでね。なので、これ、あの、ほったらかしにして何も反論しなかったら、これ全額認められて、払わないといけないっていうふうに思ってる人が多いと思うんだけども、そういうもんでもないですよ。あの、最終的には裁判官の判 判断なので、この金額をそのまま認めるっていうことが少ないし、まあ、でもそれを一応反論しといた方がいいっていうのはそうなんです。で、その反論の方法なんだけども、あのー、本当にね。 あの、費用をかけたくないんだったらね、あの、弁護士のなんか相談あるじゃないですか。一時間、なんかね、安いんだったら1時間5000円とか、まあ高くても1万5000円とか2万円とかそういうのがあるけども、例えばあの、ね、3時間弁護士の相談予約したとするじゃないですか。それで、まあ3万円とか4万円とか払うじゃないですか。で、その3時間の間にその場でですね、この、まあさあ、とこの、訴状とか、あの、書類、弁護士見てもらって、あの、どういう反論すればいいですかねっていうのをちょっと 教えてもらってですね。で、自分であの答弁書会で出すわけです。でね、あの理性陳述って言って、あの一回目の口頭弁論って、本人出頭しなくてもいいんですよ。必ずしも。だから、あの答弁書の中に、一回目はあの理性陳述でお願いしますと、書面だけでお願いします。っていう風にやれば、とりあえず裁判所に書面を出しといて。えー、そうすれば、あの一回目は出頭しなくても、一応出頭した。出頭して反論したっていう扱いになるんです。まあ、それでだいぶ負担は減ら。 してますしま、そういうことはちゃんと覚えていただければいいと思います。で、この誹謗中傷関連のね。あの相場なんだけども。まあそれは長きに渡って相手に粘着してね。 もう本当、粘着して何度も何度もそのね、あの、悪口書き込んだりっていう場合になると、やっぱりその、まあ、百何十万という風になる可能性もありますよ。あとは、ま、メディア関係でね、こう、ばーっと影響力のある人で、こう、もう、何、何百万人とかにこうね、広げてしまったっていう場合は、それは何百万円っていうような、あの、金額になるかもしれないけども、例えば、まあ、あのー、 まあその人の名前とか、まあ住所なんかもそうか。ただその事実だけをただ言っただけとかね。こういうことをこの人がやってから、やったから暴露しただけっていうだ,だけだったら、まあそんな金額にはならないことが多いです。多くても何十万円あるいは十何万円とか。まあ、あ、場合によっては本当何万円とか何千円っていうこともあるわけです。ただその、あの嘘っぱちをね。 言ってると。その、本当のことを言ってるっていう場合は、まあ、たとえそれが相手にとっては、あの、都合の悪い、あの、相手を、なんか名誉をね、下げるようなことであっても、まあ、本当のことを言ってるっていうんだったら、まあ、それほど悪質性はないと捉えられるんで、あの、そんな大した金額にはならないし。まあ、それこそ嘘800を言って、相手を誹謗中傷してると、確かに、その、何百万円っていうことも、まあ、絶対なくはないっていうことなんだけど、ただ、何百万円って稀ですからね。あの、ごく普通の、あの、一般人の場合は、まあ、その、 何、まあ多くても何十万円か十何万円とかで済むっていうことが多いので、まあそこはあの,あの、あの、訴えられた方が多分その覚えがあると思うので、まあ言うほど高い金額にはならないっていうことが多いと思います。よほどあの、悪いことをやってなければですね。 で、それで、裁判の費用なんだけど、まあ、手数料っていうのがありまして、例えば、あの、原告が100万円分の請求をするんだったら、あの、裁判手数料って、えー、っとね、あの、1万円ですよね、確か。で、これ、この、これは660万円だけど、この場合も手数料3万8000円とかなんです。あの、裁判手数料ってそんなもんなんです。あとは、あの、出頭の日頭だとか、交通費とか、書類作成費用だとか、弁護士費用だった とか、そういうことも、あの、原告から、ま、最終的に裁判確定したら請求されるっていう可能性はあるんですけども、それも全額じゃないんですよね。日本の裁判の場合は。あくまでその一部なんですよ。それも結構ね、あの、しょぼい金額になってしまうことが多いんですよね。で、なおかつ、そのね、これあの、ま、裁判のこの習慣というか、裏ルールみたいなのがあって、例えば裁判の途中で和解で終わった場合は、 そう、まあ、裁判費用を、あの、請求せずに割るっていうケースが多いんですね。で、判決が確定した場合もですね、その、なんか交通費だの、なんか日東だの書類作成費用だとっていうのは結局その原告側は請求しない。 っていう場合が結構実は多いんですよ。というのも、まあ実務的な問題として、その弁護士に頼んで、まあいろいろ裁判所に書類出して、初期間の人に、まあ裁判の総額いくらですよっていうのを確定してもらうそういう手続きがあるんだけども、それもあの弁護士に対すると、その分やっぱ弁護士報酬払わないといけないんで、まあそれを考えるんだったらこれあまり割に合わないなっていうことで、結局そのあたりは曖昧に終わらせるっていうことが多いんですね。 なので、あの、実際裁判費用そんなに関わらないっていうのと、かからないっていうのと、あの、訴えられる側の立場の場合は、まず先に訴えた側が、あの、不判、しないといけないので、訴えられた側っていうのは、まあ、その、いきなり、あの、そんなお金を払わなくていいっていうことは覚えておいてください。ただ、その、訴えられた側が弁護士に頼めば、当然弁護士費用っていうのは発生するんだけども、 それもですね。まあ、この手の裁判だったら、例えば安くても30万円とか、50万円とか、あるいは80万円とか、実は結構な額になってしまうんですよ。その着手金だけでもね。で、さらにその上で成功報酬とか言って払わないといけないとなったら、大抵の場合は、弁護士費用の方が高くついてしまうことが多いです。特にこういうあの、あの、名誉毀損だとか、そのネットの名誉毀損だとか、そういうような裁判だったら。 まあこれがね、その、まあ事故だとか、まあ消費取引に関するもので、それ何千万円とか損害が出てるっていう話だったら、割に合うかもしれないけども、このネット上であれこれどうだこうだっていうものって、まあ大した金額にならないことが多いので、発知しって弁護士だけ儲かって終わりっていうことが多いので、僕としてはその、弁護士に着手金で何十万円とか払わない方が、あの、絶対いい場合が多いです。 とは言ってもですね。この弁護士制度の欠陥というもので基本的にね。裁判ってこじれればこじれるほど弁護士って儲かるんです。だからまあ弁護士って一応そのちゃんとね。視点受けて資格を持っててっていうことはあるけども、その両親まではね。視点で測れないわけだから、その。まあ 例えば本当に良心的な弁護士だったら、まあ、これについては別に敗訴したって大した額にならないからほっといた方がいいですよ、みたいな風なね、そういう説明をすることもあるそうなんですよ。ただでも、相手にちょっと知識がないな、お金があるなっていう風に思、思うと、よし、勝訴しましょうと。あの、私にね、例えば100万円払ったら勝訴できますっていう風にね、そういう風に言う場合もあるんですよでもよく見たらね、これ、これ、あの、あい、これ、 どう考えても何十万円とかのね、負けても何十万円とかなんで、これ絶対これね、割に合わないだろうっていうことの方が実は多かったりするんです。なのでですね、えー、最初はちょっとお金のない素振りを見せてですね、その、いきなり契約せずに、その、とりあえずちょっとね、1時間2時間、うん、相談しますと。うん ま、できればね、セカンドオピニオンみたいなことで、形で何人かに聞いた方がいいかもしれないです。まあ、もちろんね、ちょっと知識があるとか自分が調べるの自信があるっていう人は、そのネット上でね、いろいろ判例集とかあるんで、そういうので調べて、過去のこういう似たような裁判だったらいくらだったかっていうのを自分で調べてですね、じゃあこれ、弁、あのー、弁護士にそんな何十万円も何百万円も払う価値があるのかっていうのを最初に調べていただいてですね、いきなりパニックになって、 あの、ドカーンで払うっていうのはね、おすすめできないですから。それはまあ、お金持ちな人だったらいいと思いますよ。でもまあ、その、誹謗中傷で訴えられる人ってね、ぶっちゃけあの、底辺の人が多いと。まあ、こう言っちゃ失礼だけど、そういう人多いというふうにも聞いてるので、だったらなおさらね、そんな、何十万円でお金払うのってね、本当とよくないと思うんで、本当あの、 勝ち負けっていうね、裁判で勝訴敗訴っていうのと、そのお金でじゃあどれだけお金がかかるかっていうのは全く別問題なので、そのあたりはもうシビアに判断していただくのがいいんじゃないかと思います。ということで、裁判とお金の話についてお話しいたしました。